ペンギンありがとうございます、ありがとう。ペンギンタワーありがとう。あよー、今日もねいっぱい寝たよね。おはよおはよう。おはよう。ギフトありがとうございます。おはよう。ありがとうございます。すごっ。3位まで43万ありますが、あ、頑張りましょう。今ねイベントやっておりますので、ぜひぜひご協力お願いします。今ね、ハイビスカス咲いたとペンギンを集めております。ぜひぜひ協力お願いします。はよう。これさ、今日さ、なんかやらなきゃいけない、お昼にさ、なんか姉ちゃんに頼まれたことをやらなきゃいけなく、今日休み取ったのね。そうで、なんかそのやり方をね今説明できたんだけどさ、絶対情報省きすぎてさ全然わかんないんだけど。そう今ねちょっとごめんね、それをねずっとね、どういうことやねんと思ってちょっと見てたんだけどさ、全然わかんないの。どうしたらいいんだこれ。返信返ってこないんだが、頼む返信してくれ。そうわざわざそれでお休み取ってるんだよ。
妊娠してくれ頼むっていうね。私のペンギン6位。あら、みんな配信したいだから抜いたり抜かされたりですね。電話したくない。なんちゅうわがままだ。いいのか。本当になんか意味がわかんない。どうしたらええの？だって違う、ログインしてからのさ、どこ選ぶかがないのにさ、わかんないって言ってんのに、そう、そこが全部省かれてんの。ログインしてすごい何言ってるかわかんないかもしれないんだけど、なんかいろいろ写真付きで説明されたの。1何々する、○○する、2何々する、1まあなんかその無料会員登録が必要なのでログインしとく、2ここを押す、ログインできたらまあここを押すなんだけどさ、その間に絶対あるはずのここを押して、ここを押したらこれが出てくるからこれ押してねってそこが知りたいのに、なんでさ、なんで急に飛んだんや、わかんないでっていうね。ごめんね、すごいごめんね。これ？あ、これだわ、出てきた。これかな。ちょっともうなんかさ、こんなんなら自分でやりなさいよ。なんで私に頼んだ？私なんでわざわざ休み取ったのにさ、自分でやりなさいよ。あんた何してんねん今日っていうな、はい、でちょっとした愚痴でした。はい、以上です。普通に配信始めます。おはよう。なんかやらなきゃいけないこと多くて嫌だな、めんどくさいな。急に。ね、なんか憂鬱になるね。頑張ります。眠たいね。お顔が丸いね。お顔が丸いね。そして朝配信って何話したらいいかな。
な寝不足だったり食べ過ぎだったり、みんな体調大丈夫ですか？皆さん本当にね気をつけてくださいね。食べ過ぎた時はな、胃薬やで、胃薬、胃薬やで。おはよう。髪の毛切りたい、ヒカも切りたいはいはいはい、ヒカも切りたい、うん、もじゃもじゃだし、本当に早く伸びてお願い。今だってさ、言うてちょっとしか伸びてないんだよ、このあたりだよ。ね、伸びてほしい。全部切りたい。もうショートヘアにする。もうベリーベリーショート。私ね、頭の形はなんか綺麗らしいので、ベリーベリーショートにしても私には多分似合わないな。眉毛も綺麗にして、眉毛いいよね。眉はね本当にね綺麗にするとね垢抜けるんで、眉毛整える。なんか意外とさ、眉毛ってさ髪の毛で隠れたりするから見えないっしょとかあんまりね気にしない人が多いんですけど、絶対気にした方がいい。そう、本当に眉毛は気にした方がいい。眉毛だけど全然違う。そう、垢抜けるし清潔感も出るし、そう眉はね、だからなんかもし整えてない人いたらね、整えたりした方がねおすすめですよ。私今ね結構ね、何、眉毛サロンなんだっけ、あるじゃん。でもだからおすすめです、そういうの言って。意外とね、まあ、そうやって整えてもらう男性の方も多いみたいですし、アネルと一緒。アネルそんな短くないよ、ベリーベリーショートではないから。あの人最近むしろ長いから、ウルフなんてしちゃってね、襟足伸ばしてるから、あの人本当にオシャンに染めちゃって。バイト大丈夫なのって言ったら、カツラかぶってってるんだよ。カツラかぶってんの。髪の毛どうしても染めたいんだって。そう、カツラかぶるほど それだけ染めたかったんだなと思って。そういうお年頃、いや別に23だからそういうお年頃もう過ぎ去ったはずなんだけどな。23だよね、あの人23ですね。はい、大人になっちゃって。一時期めっちゃ派手にしてたよ、緑にしたり、何な、ヒカほど派手にはしてないけど、さすがにドピンクとかはしてなかったけど、でも緑入れたり、なんかちょっと金髪、金髪してたっけ、してない気がするな、わかんない。そうそうそう、まあでもやってたんですよ。なんかね、それが最近また染めたい欲がすごいらしくて。ギフトありがとうございます。眉毛は難しければ全剃りして描く方が楽。あ、まあね、眉毛アートね。そう、眉アートですね。まあ意外とね、ほんと今の眉アートめっちゃ自然なので、ほんとにそれでもめんどくさっていう人はそれでもいいかも。全剃りする勇気はないけど、私はあんまりドキドキしないおはよう。
おはよう。ぜひね、イベント協力お願いいたします。今ねランキングが総合で4位。あ、総合4位、ありがとう。あ、さっき総合4位になってたわごめん、ちょっとあのごめん、あの数分前の記憶が飛んでたみたいです、すいませんでした。波乗りペンギンが6位、ハイビスカス咲いたが2位ですね。波乗りペンギンも、波乗りペンギンすごいな、みんな。そう、あと3で5位になる感じですかね。皆さんぜひご協力お願いします。すいません、ちょっと記憶が飛んでたみたいで申し訳ない。おはよう。隠さないで、その痛みもそっと抱きしめたいから、胸の奥に閉ざした思いを。おはようございます、初見さん、ありがとうございます。あ、今日もこれ配信終わったら寝そう。ご飯食べて寝てそう。ちょっとアラームかけとくね、もう12時に起きなきゃいけないから。そう、絶対にもうこれやらかすとね、怒られるからね11時59分にアラーム。何者なんですが、一般人です。一般じゃない、せっかくの休みなんだから問題はないと思います。いやー、いやー、やらなきゃいけないことあるんでね。とりあえず今日ね、12時終わったらもう何してもいいんだけど、とりあえず私的には。そう、でもね、進めなきゃいけないこともある。寝る気満々だねって。別に寝る気ないんだけどさ、寝る気あるわけじゃないんだけどさ、昨日もさ、ソファーでゴロンとしたらさ、3時間寝てたしさ、結局寝そうだなと思って。そうだからね、私が寝る気あるわけじゃない、私の体の方がね、そう、寝ろって、お前は寝るんだ、そう指令をね、走ってて。ね、お腹空いたしご飯食べたい。ネイルしたいな。そう、体が欲してる、マジで。こんなにも変わるんだね。寝なくても大丈夫、朝強いとか思ってたのに、もうそんなことないから、もう本当に困る。ネイルしたい、変えたい。何色がいいかな、でもやるとしたい。なんか本当になんかネイルをさ、セルフネイルやりたいんだけどさ、これっていうデザインが出てこなくてやってないんだよね。そう、私の技術的な面も含めて。
ショールーム始めたきっかけなんですが、なんですか。あ、ちょっと昔芸能やってた時期に、そうですね、やってたので続けております。はい、もしさ、ネイルするならさ、何色がいい？私がネイルするって言ったら何色が好き？いい感じのデザイン探してるんだけど。クリームソーダ、ピンク、ピンクと緑、ピンクか緑系が多いですね。意外、緑が出てきたのが意外だった。意外でした。ピンクはね、まあ想定内なんですけど。じゃあ緑にするか。おお、怒ってる怒ってる、桃太郎怒ってるよ。待ってね。ネイル剥がしてるんで。緑ね。グリーンのネイル、グリーンって言ってもいろいろあるんだよ。そう、黄緑もあれば普通のもあるし、よし、じゃあやろう。少々お待ち。下いらんかったね。あー、入らん。はい、た。よいしょ。おはよう。ちょっと待って。いてててあ、そう、今しようかなと思って。じゃあ
また前みたいにちょっとね爪の形をね整えまして、私がちょっとちぎっちゃったね爪。そう、本当にもうちょっと長ければね綺麗になるんだけど、最近ちょっと爪をちぎりましたので、お腹すいたの。あー、空白の時、波は風に揺られて夢を映した。今でもずっと忘れられなくて、思い出の海で迷う。よし、またねちょっとね表面を傷つけていきます。まあね、もう結構傷ついてるからしなくてもくっつきそうではあるんだけど、まあ念のためね。この甘皮処理はね、本当はね皮切ってやるんだけど、まあ面倒くさいので私は下に押し下げるだけです。そう、本当はね甘皮処理までねちゃんとするとね、あの本当に全然取れなくなるらしい。おはよう。よし、ギフトありがとうございます。そう、メールしてる。リムーバー持ってきたはずなんだが、どこ行った？あれ、私リムーバー持ってこんかったっけ。ノンアセタンリムーバー、あれあれ絶対持ってきたと思うんだけど、あそこにもないし、わ、ひらめけな不思議、そこにあったものが急になくなる。ねえ困る、なんで。立ち上がりたくないんだけどももう立ち上がりたくないんですけれども、出てきてもろって。お仕事行ってらっしゃい。なんでこの一瞬でなくなった？あいつ、いや結構マジでないんだけども、ごめん、私が踏んでたわ。大きいお尻で踏んでたみたいです。よかったよかった。はいね、
ケイ、とりあえずね毛だけちょっとつかないようにして、はよー、よし、そしたらね、ちょっとまずはベース塗ります。そう、ベース塗って本当はね、なんか筆が欲しいんですけど、最近さ100均にさこう塗るいい感じの筆がさ売ってなくってさ、このハケじゃでかいんですよ。そう、おはよう、髪跳ねてるっしょ、うねうね前髪も。まあね、寝起きの瞬間っていうことで、みんなね優しいから、それもねきっと可愛いって言ってくれると信じて、まあいつも通り、いつもすぎるんだけどねこれ。寝起き配信はよくあるものなのでお許しください。かわいい、ありがとう、みんなありがとう、優しいね。みんな私をね甘やかしてくれる、ありがとう。オッケー、とりあえず寝起きのように今日おとなしい部屋ですね。ね、それはね、あれですよ、なんて言うんですか、ちゃんと髪の毛をね乾かして寝たからですよ。緑な、緑、どうしよう、もうまずこれね、緑なんだけど、本当は色混ぜて使いたいから、もうちょっとなんか濃いめのね、ちょっとダーク、もうちょっと緑っぽいのが欲しいので、緑、これもあるね、ミルクグリーンティーも可愛いですね。ちょっと出しとこうね、ピンク入れても可愛い気もするけど、これにハートピンクとかにして、白、ホワイトもいる、あ、グリーン炊いて、髪乾かして寝たの偉いでしょすごいなんか保育園児みたいな褒められ方してるよ今私偉いでしょ。ブラシは髪の毛ね自分で乾かせたの偉いそう、めんどくさがんなかったらね、割とね最近は落ち着きがあって、髪の毛ギフトありがとうございます。ひかね、もうね自分でできるもん自分でできるもん、
よし、オッケー切り替えの速さよよし、オッケー。そしたらね、緑を混ぜてなんですが、キラキラをね使いたくって、そうクリームソーダするなら、あーこれいいかな、このキラキラ緑系の方がいいんかな。緑系のキラキラなんて持ってないんだよな。ということで、よしこれにしよう。あ、濃すぎた濃すぎた、緑濃すぎた、緑濃すぎた、はやちょっと緑が。でも今日もコーヒー飲んでないから寝るのか。そうね、いや別に飲んでないから寝るわけでもないんだけど、なんかそうね、休みの日はあんまり飲まないかも。そう思うと、よし、そしたらちょっとねベースに、いい感じじゃないですかね。どこクリームソーダにしようかな、これにしようかな。可愛いんだけど、なんかちょっとムラができるのでどうしようかな。あ、しかも普通にミスった、塗るのミスった。もうそっちにはみ出しちゃった、これはいかん、これはマジいかん、外れるやつ。 OK、まあね、こうやってね拭き取ればね乾かないんで。まあまあまあ重ねていこう。はみ出していく。めっちゃキラキラ落ちたよ、キラキラ落ちた、キラキラ祭りだよ今。なんかダメだな、今日縁がなちょっとどうしてもついちゃうな、なんでだ、下手くそだ今
しょ。ひかが見てない間になんかいろいろ始まってる始まってる。よいしょ、これで乾かしてダウン。せやで、今日も生きてるだけで偉いんや。せやで、キラキラ見えないね、あんまり。まあ見えないけどいいでしょう。よし、そしたらギフトありがとうございます。緑をどこに塗ろうか。絶対これ配信中に終わんない。どこにしようかな。これにするか。これも緑。ギフトありがとうございます。配信ね、決めてないんだよね、今ちょっと。まだ決めてないので、なんか区切りの、私のネイルの区切りのいいところで終わろうかなと思います。配信
し、オッケーオッケー。そしたらだね、これ拭き取りまして、白色をね塗っていきます。ね、ラメ使うとね手までねキラキラになるんでね、ちょっと嫌だよねそれね。白、うん、白がわやばい、もうないかも。ヒルキ嫌だしな。ね、最近やってなかったから買ってないな。緑混ざってちょっと黄緑になってる。なんか納得のいかない仕上がりになりそうです。すっごい嫌なんだけど今。白じゃなくてここ緑にしよう。すいませんね、ちょっとなんかこだわりが強いみたいで私。あーキラキラが手についた。はよー、そう白毛ってそう塗るの難しい。ムラになる、めっちゃ色が、色超ムラになる。なんかねデザインをさまだちゃんと決めずに塗ってるからさ、それが怖いとこですね。うん、よし、とりあえず緑塗れたし、全部あと白、白塗って、今何時？
あの後友達と似て MBTI 診断で盛り上がりました。よかったです。楽しいんです、 MBTI 診断。私好き。23分ありがとう、教えてくれて。割といいやつだったみたいです。ああ、よかったよかった。おはよう。よしよしよし、悪くないで。ピンク、ピンキー、どうしよっかな。ピンキーをね、やっぱり使おうかなと思って、このピンキーにしよっかな。いや、このピンキーちょっとくすんでるな。これはこれもちょっと薄いな。いや、赤にしよう。赤、この赤もまあなかなかの、なかなかの濃さなんですが、まあいいか。今からね、ちょっとすごい集中するんで。
あ、早速曲がった。はい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 、早速曲がった曲がった。いい感じじゃないでしょうか。ごめんね、ちょっとこれね、あの線描くときはねすごい集中しなきゃいけないから申し訳ない。つい黙っちゃう。30分ありがとう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、曲がったところを。お、仕事行ってきます。いってらっしゃい。ピンポイントでねちょっと直していくんで、ピンポイントで直すときはこちら、コットンウッドスティック。縦線が一番嫌い私。曲がるんだもん絶対。ほら消しすぎた次。ほら次消しすぎた。
ちょっと微妙な気もするけど。おはよう。ギフトありがとうございます。ここはもう書いてもあんまり、トンボがおでこに激突してきて会社休んでいいですか？いいでしょ、それはもう休んでいいですよ。ねえ、激突してきたんですもん、いいと思います。すごいね、なかなかない出来事だね。これシールをね、ありがとうございます。よし、とりあえずこのハート作ったらね、配信終わろっかな。ハート作ってつけたら、ありがとうございます。
ぱね、机の上もキラキラになりましたさっきのラメが。はよ、よし、これで OK なはず。あとはもうくっつけてちょっと間埋めて、あとさ、はよう。あー、どこ行った、どこ行った、あ、当たった失礼したら、あ、ちょっとトップ、あ、どこ行った、どこ行った、トップ、トップでくっつくかな。よし、はい、おはよう。何分まで、もう終わります。
ちょっと待ってね、今ね乾かしてるから。うん、かわいいかわいい。今来ました、今来ました、ありがとう。もうごめん、配信終わっちゃう。そう、もう終わっちゃうんです。お、お仕事行ってらっしゃい。そうだよね、みんなもう出勤の時間だよね、きっと。ずれそうだけど様子見だな。とりあえずできました。まだこれ完成してないけど。そう、これがねまだ完成じゃないので、はい、完成ではないんですけれども、まあまあまあそれなりにできたんではないでしょうか。このハートはね、なんか透明なハートに色塗っただけです。ネイルで色塗って固めただけなんで、そう、そんな大したものじゃないんですけど。お、いってらっしゃい。じゃあね、ちょっとね、待ってね。よいしょ。ちょっと待って。少し片付けさせて。よし、それではねランキングいきたいと思います。完成まではやらない、まだ時間かかるから。ということでランキングいきます。13位、谷口良希さん。12位、月のしずくさん。11位、かきくけこ、こばさん。10位、こうひれんさん。9位、ところてんさん。8位、はるさん。7位、ゆうぼうさん。9位、ともゆきさん。5位、けんけんけんさん。4位、アイスカフェさん。3位、鉄道ナイトさん。2位、ゆうたさん。1位、メタボリックンさんです。ランタンさんかな。ということでね、ギフトいきます。チコちゃん、鉄道ナイトさん、アイスカフェさん、ゆうぼうさん、ともゆきさん、けんけんけんさん、ゆうたさん、メタボリックンさんです。ありがとうございます。バレるよ、バレてるよ。はい、まあ、ということで皆さん今日も見に来てくださってありがとうございました。はいね、今何時だ、48分。皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールーム、インスタグラム、755、ツイッター、ぜひ、ね、コメントフォローをお願いしますね。皆さん今日お仕事の方たくさんいると思うんですけど、体調気をつけてお過ごしくださいませ。はい、それでは皆様いってらっしゃい。行ってきます、行ってきます。私行かないわ、どこにも。行ってきますってなんか流れで言っちゃったけど、私どこも行かないわ今日。それじゃあまたね、夜お会いしましょう。夜ちょっと時間わかんないんですけど、またお知らせします。ありがとうね。本当にどこに行こうというのかだよね。またね、ありがとう。